こんにちは、アルセの単発実況です。高速回転寿司、これね、以前からフリームさんとこにあって、前から知ってて、いずれ実況しようと思ってたゲームなんですが、某有名 YouTuber さんに先を越されてしまいました。レースとかアクション系が苦手なので、手を出すのを渋っていたらっていう感じだったんですけど、まあね、やりたい気持ちはあったので便乗してプレイしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。ということで、簡単な操作説明を見ていきましょう。キーボードで操作ですね。俺はお寿司が好きなんですけれども、回転寿司とか行くと次の日に調子が悪くなるので、あんまり食べないようにしようかなと思ってます。次の日にね、手足が痒くなって虫でも湧いたんじゃないかって感じになるんでね、アレルギーなのかわかんないけど、どれがいいかな。今回じゃあ小肌で見ようかな。はい、ステージ1、大回転。結構単純な感じですが、へこみが1箇所あるからそこに気をつけましょう。本当に苦手だからね、期待しないでください。運転、乗り物を用意したような感じになると思うので、ああほらね、早速落ちたから。おっ、宇宙の、宇宙を走るとか、かなりシュールだよね、これね。お札を取るとスピードアップするな。実況とかしてる余裕がないですね。お、今ちゃんと見てなかったけど2位でしたね。残念なことにね。次はステージ2のダイニングをやっていきましょうか。すっごいグネグネしてる。エビが、エビ？全部エビ？俺以外全部エビ？よし、え？なんか今変なの走ってたけど、なんだあれ？うまっ。おっと、ダイニングにこんなステージがあるんですかね。そしてなぜか馬が走ってる。ビリから2番目ですよ。どうにかしてくださいよ。右下とかに、あ、地図が出てくるといいんだけどな。今どこ走ってますよみたいな。例えばこの、あ、一周越されたかな今。波ですか。まあ、こんなもんですよね。はい、おう、ステージ3の超回転。すごい長かったけど、できるかな。
ピードタイプかな。でもウニはなんか重そうだな。急カーブはね、おすごい大ジャンプだこれ。来たこれ1位ですよ。早速お札の力です。時間がね早いのでね、あんまりそう場外に出てしまっても繰り返しが効くというか、ね、やった、お金の力で1位取りました。続きましてステージ4、寿司パラです。66で実況できてない俺がいるという。浮いてるしね。かなりシュールな世界にしちゃってますよね。ほう、あ、急にカーブあるから。軽いからね、飛ばされたりてるんだと思いますよ。あー、なんか落ちてばっかり。あ、何あれ、あ、もうゴール。うう、3位か。悲しいかな。おお、ステージ5、10変ですね。超難しそう。こんなのやらなきゃいけないのか。なんか音楽がシリアス。しかも小肌3体。小肌にだけは負けたくないな。わあ。マネーパワーですよ。すがすがしい。
もね、小肌だからね、重さは同じですから弾き飛ばされないで済みました。最近はこういう木を照らう感じのレースゲームが流行るのかな。なんかノベルゲームでもそうだけど、攻略対象が人間じゃなかったりとかね、そういうの話題になっちゃうから。お寿司がレースするのもありかなと思うけど、斬新なアイデアですよね。進行方向わからなくなった。お、1位だ。やっぱりマネーパワー強いわ、ということで、あ、これクリアすると大回転戻ってくのか。そっか、まあもう一回やり直しても1位取れるかどうかわかんないんで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。もうちょっとね、練習して上手くなったらまた実況するかもしれないけれども、あんな俺に付き合ってみてくれる人いるのかなっていう感じですね。まあ、面白いので、あの皆さんもやってみたくなったら、クリームさんのところでダウンロードして遊んでみてください。それではじゃあの